はい、セブンデイズトゥーダイをプレイしていきたいと思います。で、今回も前回のそのまま続きでプレイしちゃってます。でね、どうしようかね。これから街行きたいんですけど、どうしよう。ストマックスあと3つぐらい作ってね。もう、石拾わないといけないな。ストマックスを作って、そろそろプアとかね、なんか性能のいいやつができてもいいんじゃないかって思いますけど、ダメなのかな。まだまだ先なのかな。とりあえず石を拾いまくりたいです。石を拾いまくって、 OK、 このままでいいかな。もういいね。お、来た。プア出ました。いいね、いいね。というわけでこれはもう捨てちゃうか。いかも。とりあえずこれ持って、あ、捨てちゃった。まあいいや。それでいいや、もう。これは、木の棒用に持っとこう。よし。15時。3時か。もう1軒まで漁りたいんですよね。では63本だから余裕あるね。ダメか。あ、動物飼ってもいいな。動物飼ってもいいな。ああ、いるんだね。ちょっと動物飼いましょうか。デザートタンニングも、ポージも拾ったんで、これひどいな。あ、鹿がいる、あっちに。これどこで回収するんだ、こっちか。鹿がいるんで、あの鹿さん買いましょう。で、どうしようか。石拾って、ちょっとね、今から家行くのやめようかな。ごめんなさい、ちょっと街行くのやめます。ぐるぐる回って楽しそうな鹿さんを。よし。あれから皮を剥いで帰りましょう。で、途中で木を切って、で、これ壊しておいた方がいいって言ってたね、コメントいただいた方は。コード湧いちゃうよって。まあ、最初のうちは湧いてもいいのかな。じゃあ確保できるまでやめとこうか。安全が確保できるまではね。鍋とか欲しかったな、やっぱり。3時か。ちょっと肉だけ置いて、やっぱり、もう一軒漁りましょう。あの家漁りましょう。あっちと空いてる。空いてないな。どっか、入れそうなとこないか、簡単に。よし。窓から侵入。ダメだね、なんもないね。あ、クソ、出れない。お、危ない危ない。もう一軒ぐらい行きたい。ゴミ漁ってみるか。ゴミ漁ってみましょうか。もう一匹いてよね、奥に。無理かな。オッケー。よし、レベル上がったね。お、ちょっと待って、ゾンビ多いぞ。しかもあいつら足速くねえか。これフォードか。しかも16時だ、帰ろ。フォードだ、フォードだ、あれはきっと。そういうことにして帰ろう。お、カバン見っけ。カバンの中瓶しか入ってないな、今回。どうしよう、食べ物どうしましょう。ゾンビ来てる。来てたら匂いつけて帰るの嫌だな。
これでもうついてきた、諦めよう。できるだけ家の真上通って、外側から敵を集めないようにして、で、石は今回いっぱい使うんで、よし、いいかな。一回ね、家の中っていうか、拠点の中入っちゃったら、出てくるの結構大変だったんで、あれどこだ？お家こっちだ。どうしようかな。お肉だけ入れて、皮があるね。木切ろっか。この木切りやすいかな。朽ちてるもんね。関係ないかな。でかい木をやめた方がいいのかも。ちょっと気になった。家具とかって燃えるのかな。燃えるのは持ってくればよかった。4時か。多分まだ大丈夫だよね。細い木ないかな。この木切れそうだな。あ、太いな、結構。いや、嫌だな。とりあえず、これまで切ったら入ろっか。中にインベントリーとか作りたいもんね。よし。まあ、そろそろ。よし。いくつだ？お、14って。結構溜まった。やったじゃん。やったじゃん。よしよしよし、帰ろう帰ろう。どうしよっか。ファット必要でしょ？ファットとエンプティーカンと、このトークンと、このコンミルも取っとこうか。ケージングと、これは結構重要だから持って、瓶水汲んどこうか、半分ぐらい。水汲んで、これでいいか。で、フラッシュライトも1個持つ？フラッシュライトと、コットンフラグメント。石何個ある？ 24 個ある。多分足りるよね。よし。これ何かな？石。いや、もういいやいいや。石1個だけでいいや。違うもんね。帰ろう帰ろう。よし。地底生活に戻ります。ここはね、飛び、一気に行ったらダメージ食らうのか分かんないか、怖いですよね。しかも、どこが下なのかも分かんなくなるっていう。よし、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきたぞ。この、いい感じのね、草のところに。工事もありますし。よしよし、こっちで、まず、キャンプファイヤー作りましょう。キャンプファイヤー、あ、キャンプファイヤーって、ちょっと待ってね。キャンプファイヤーじゃなかったな、先に作るべきのは。インベントリーいっぱいだぞ。これ置こうかどうか適当に。なんか一瞬捨ててもいいやつ。これ一回壁に置いて、拾っての、これをこっちに置きますか。ね。でね、ちょっとキャンプファイヤーあれだ。どこだこれ。トーチ見失っちゃった。いや、フラッシュライトでいくか。キャンプファイヤー、確か上に乗ったら火ついちゃうんですよね。一番奥に置きましょう。
っち向いちゃいましょう、キャンファイア。こっち、ゾンビの声するんだよな、しかし。まあいいや、後から。え？ゾンビの声するわ、やっぱり。やめよう。やめよう。特に奥行かないからいいや。こっちでいいやもん。こっちにしよう。これで、何を作るかというと、これだね。これ作りましょう、まず。あれ？レシピ変わっちゃった？違う。あれがないといけないんだ。クックウェアが必要でした。忘れてました。鍋が必要です。お鍋が。お鍋がないと料理できませんでした。そっかそっか。で、アイアンスクラップが4つしかない。確かスクラップね、あれなんですよ。6個ぐらい必要なんですよね。鉄作るの。何作ろうかな。とりあえずアモで6作ろうか。これで、コンボックス。どうしよう。うわ、なんじゃ俺。だいぶいろんなところに埋まるね。行くか。行くか、こっちで。あ、上に置ける？これ、ガシャーンって崩れたりする？しないね。これで燃えてるやつに乗っからないで済むかもね。ってわけで、これアモボックスですけど、これにしましょう。あ、そうだ、タイマー作れる。今作ろうか。あれ？これもあれが必要？あ、そう、気になった。もしかしてさ、あ、カンカンはダメか。木の棒はいけるんですね。木の棒はいけるけど、なんか料理するのは別のやつが必要なんだね。そっか。お肉、肉1個ぐらい焼いてみるか。持ってきてないな、お肉。入り口置いてきたな。まあいいや。はい、これで、レザーを作っとくか。んで、インベントリー。お花と水入れようか、あれに。お花と水と、これ。このお花がまだわかんないんだよね、使い道が。なんで、菊だっけ？あ、忘れちゃったな。一回翻訳したんですけど。よく使うもん、光が入れとくか、うん。で、ボトルドウォーターを持って歩きましょう。で、これでいいかな。次が、鉄系の材料欲しいもんね。もう一個、青のね。よし。これは鉄。上でいいか。見えねえ。光遮っちゃった。これから出てる貴重な光を。まあいいや。俺、松明どこにやったんだ。拾いたい。あ、あったあったあった。拾えた。ちょっとなんか。ダメだ、全然見えねえじゃん。全然見えないじゃん。こっちにしようか。あ、やべ。もっと見にくいところに置いてた。よし。まあ、いや、こっちで。草、石。この豪華1個、あれ作っときましょう、ナイフ。この経験値としてね。おお、いいね。で、あとは矢を作っときます。違う。違う。で、マグナ。
とりあえずこれの上に鉄の材料入れておきましょうか。このエンプティー缶は鉄の材料になるのかわかんないんですけどね。鉄、まあ、今からこれフォージ増やしてその上に個別に置いていけばいいかな。これもうちょっと持っとくか。こんなもんかな。グラスを分解して、あ、リードもあるね。リードもあるんでリードを分解して、あ、今しゃがんですらいなかった。ネイルがあるね。ネイルと鉄パイプは持ち歩きたい。いいアイテム拾った時に修理したいもんね、すぐ。ケースと、レザー。ボーンシュー、これいらないから。マーキーウォーター、これ沸かしたいな。これこそ、あれで沸かせるかもね。棒で。なんか言ってた気がするな。あ、もしかして、ダメだ。ダメだ。缶って言ってたけど、缶にも水汲めるのかもしれないですね。やってなかったな、そういえば。空き缶に水汲んで、汲んでみるか、今度。とりあえず、料理に卵入れよう。卵どうせ、すぐ拾うんだけどね。コットンがあるんで、これは21。もう一回全部使っちゃって、全部クロスフラグメントにしちゃいましょう。そしてリードを入れて、マーキーウォーターはこっち入れといていいね。鍋だな、次必要なのは。鍋が必要です。鍋と、何作ったっけ、さっき忘れちゃった。あと、クロスボウボルトも作っちゃいましょうか、今。クロスボウボルト何が必要、羽が必要。1個で1個で。クロスボウボルトも作って、どうしようかな、あとは。この武器入れる用の箱も作りましょう。入れる用の箱も作って、まさか地底生活になるとは思わなかったね。そりゃそうか、斧見つけられないと木も切れないか、まともに。よいしょっかな、これで。もう一個奥でいくか。銃は、銃そんなに使わないもんね。こっちでいい。これでいいね。マグナム。しかもそこそこいいんじゃないでね、出るときにあの凸凹があるんで、ジャベル敷いてみましょう。3個ぐらい。6個あれば多分いいでしょう。これで、あの凸凹をどうにか滑らかにできるかもしれないです。入ってくるのが難しいんだったら、まあそれはそれでいいんだけど、出るのが難しいのは困りますもんね。どうしようかな。クロスボウのこっち入れとこうかな、とりあえず。クロスフラグメントできたんで、装備作りましょうか。クロス。まあ少ないのから作っていきますか。2個。本当はもうちょっとレベル上がってからがいいのかもしれないけど。これと、ブーツ。よし。で、あ、失敗したな。革があるんだから、革で少ないの作るべきだよね。あ、いいや、レベル上がってから革使おう。そうしよう。これは、あれだ。
経験値稼ぎだと思ってとりあえず作っとこう。ヘルミーノ出たね。プアだけどまあまあいいんじゃないでしょうか。1,2,3,4,5,6,7,8。 あ、パンツよりこっちの方が量少ないんだ。ギリギリ足りないな。そしたらどうしようか。一回もこれでチェストはまあ作りましょう。これでいいのができたらラッキーぐらいでね。よいしょ。ほい。来なかった。とりあえずこれでまあ、少しはいいかな。あ、帽子持ってた。マジか。うわ、出来のいいやつがもう被ってるっていう。残念だ。ですよね。これは残念です。1秒しか燃えないし残念だけど、いらないもんね。とりあえずあっちにしまっとくか。よし、これでジャーベルを置いて木を植えましょうか。植え替えたら石、そうだね、こんなもんだね。これいらないもんね。マックス直しとこっか。もう一本ぐらい作ってみる。もう一本ぐらい作ってみる。よいしょ。よし、192。あ、一緒だ、一緒だ。残念だね。まあいいか。よし、とりあえずこれをこっち入れとくか。で、6時なんで一回外出てみますか。違う、まだだな。だってこれさっき明るくなったらもうちょっと外明るくなってましたもんね、入り口が。確かそんな気がするんですよ。ね、今まだ暗いですもんね。俺ゾンビ走ってきて俺逃げるもん。外見えないっていうのつらいな。でも太陽を差すようにしたらゾンビも入ってくるしな。どうですかこれ。出てみますか。もうここに1個目置こう。ダンサーが分かんないな。引っかかるところでいいや。あんな慣れちゃったか。意外とスムーズに上がれるようになっちゃったぞ。あら、スムーズに出れちゃった。明るいね。よかった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 。これにサプライを入れよう。ジャベル入れよう。このシラキに入れちゃえ。アルコールでしょ。耕したい。クワも欲しいですね。もう一回待ちかな。もう一回待ちかな。食料、ちょっと、こっちで焚き火作りましょう。簡単に調理する焚き火作りましょう。よし、これでこれね、これに1個セットしてクックや。多分これでこれ焼けるんで2個ぐらい焼いておきましょうか。20秒。間に合った。よし、間に合った。よし、いいね、いいね。そしたらその間木でも切っとこうかな。この木に手を出したのは間違いな気がする。20秒以上かかるでしょう。あ、時間がまたまあだいぶ経ったんで、今回またここで一旦切ろうかな。お、切れたね。
でも料理が終わったところで、1個食べて、終わりましょう。よし、ありがとうございました。無事2日目も生存することができましたね。あ、そうだ、今日サプライドロップ修正入ったんで見れるかもしれないですね。じゃあもしよかったら次の動画を見てください。ありがとうございました。セシカでした。